人をそういった形で集めてから、まあ、残りちょっと30分ですけども、今度は人材、今度は行きますよ。人を集める前にやらなきゃいけないことは、自分の会社のルールを作ったり、Facebook ページ作ったり、名刺作ったりっていうふうに、自分の会社っていうものが何なのかっていうのをまず作るでしょ。そしたらそれを発表しますよね。いわゆる求人募集しますよね。で、求人募集したならば面接しますよね。で、面接したならば3ヶ月間の研修期間がありますよね。で、いよいよこれが最後なんです。いいですか。もう一回いきますよ。もともと求人をしたいなって思うんだったら、求人する、まず我々が求人募集をできる体制を整えなきゃいけない。それは、社会保険を作るのか、いわゆる社内のルールを作るとか、先ほど言った倉庫に 5S 整理整頓して、従業員が来てもいいように張り紙をして、ここには何があるというふうな自分の農場の整備をまずする。で、社長の頭の中を整理して、うちの会社はね、うちの会社はねって説明できるようにまずする。これが求人募集をする前の段階ですよね。で、それができたならば、いよいよ求人を集まるくんとかハローワークにお願いする。たら人が電話かけてくる。面接したいんですけど。で、面接したいんですけどって言ってきたら、先ほどみたいに面接のやり方を実践する。そして採用したならば、採用したで3ヶ月間の研修を行う。これがもう大きな人を雇う流れなんですよ。で、常にその時にはこちらの要望を伝えるのと相手がやりたいことがマッチしなければ一緒のチームにはなれないってことですよね。で、いよいよ今度は人が入って3ヶ月間の研修ができたっていう次の話です。なぜかというと、まだその人はやっとうちの会社に入って一緒にやっていこうねって確認しただけで、まだ正直言うと3ヶ月しか研修期間過ぎてないから、申し訳ないけどまだ役に立ちません。で、この役に立つ人間を人材、財宝に変えるための方法としては、まず、一番上に書いてあるのが人材評価で、2番目が任せて承認、そしてそもそも理念、適材適所と、これ4つあります。これちょっと進めていきます。まず教育期間が終わって本採用になったらここからです。ここからが人材育成の話になります。今までは採用の話ね、採用募集の話、ここから育成の話で、人材を採用したならば、いよいよ育成に入りますんで、育成するためには、で、人材を人材に変える方法ですね。まず期間を決めます。期間3ヶ月間は試用期間ね、それが終わった後の話よ。だから、いずれ成長するだろうって思ったって多分成長しません。意図的に成長させようとしないと、ここがすっげえめんどくさいです。で、めんどくさいけど、役に立たない従業員がずーっとついてくるのよ。ずーっと給料20万払い続けてるやつがついてくるのよ。だから1分1秒でも早くこの人がお金を生む活躍する人材にならなきゃいけないから、じゃあ最初の3ヶ月間は研修期間、その次の半年間で、いわゆるトータル9ヶ月間は、まあ、月20万トータルの180万はまあ仕方ないやと、これはもう勉強のためだって思って180万あるけど、その次からはその20万給料もやってるその人は25万分30万分の仕事をしてもらう人材に仕向けなければ、ボランティアになりますから、その人の生活を守る優しい足長おじさんになってしまいますからです。で、その期間を決める。よし、半年間で人材育成をしよう。で、その次はゴールを決める。このゴールを決めるっていうのは、その人材にどのくらいまでなってほしいか、どのくらいまでなってほしいかっていうのを決める。で、俺と同じようになってほしいとはさすがに無理ですよね。でも、せめてこれとこれとこれができるようになってもらうにしよう。で、まず人材育成のその人事評価の仕組みなんですけど、人材育成というのがすげえなんか教育したりあれこれしたりって難しいイメージがあるんですけども、人材育成イコールその人を評価する、評価だから、例えば目摘みができなかった人が目摘みができるようになると評価が高くなる。だから、あなたは
このくらいのことはしてくださいよ、このくらいのことができるようになってくださいよっていうふうな評価基準を作ってあげなければなかなか難しいんですよね。だけどこの評価基準を作るとなったって多分皆さん方多分最初は大変なんで、まずこのちょっと話がごちゃごちゃするかもしれないけど、評価基準を一回置いておきますよ。評価基準一回置いといて、そもそも人材を人材に変えるためにはその人の働きが雇用主ね、皆さん方ねの意図することにたどり着いているか否かっていう人事評価しなきゃいけない。そう、能力の人事評価じゃなくて価値観の人事評価。いいですか。価値観の。だから作業ができるとかできないかっていうのは能力ね、一回分かるよ。それは能力の話だけども、能力があっても気が合わない人っていうのもいるわけ。気が合わない人で、最初の 2,3 人を雇用するぐらいまではどっちかというと、その今日のテーマっていうのは即戦力でいかに気の利いた人材を入れるかっていう話で、そういうことが興味あるところだろうと思うけど、やたらと仕事がさばけるやつって基本的にはいないです。その農家じゃないから、仮に農家だったとしてもそんなじゃんじゃんバリバリ仕事ができる人がもうまず来ないから、我々が初めて人を雇うときにはこの気が合う人、価値観がある人っていうのにまずはものすごくフォーカスした方がいいです。まずはで、この価値観の合う人が出たならばその人に仕事を教えてあげる。いいですか。仕事作業めちゃめちゃやるんだけども気が合わない人に仕事はしてもらってるんだけど気を合わせようと思ったら合わないです。だからここがね、農業の人材採用のミスマッチなんですよ。なんか作業してほしい、仕事してほしいから人を雇うっていうのは分かりますよ。人手が足らんから人を雇うわけだから。だから仕事っていう作業とか、もうトラクター乗ってじゃんじゃんバリバリ働くような人をイメージするんだけど、まずそんな人はいないから。ってことは人を雇う時の基準っていうのはもう率直に言うと俺と会う人、社長と会う人なんですよ、うん、ここなんですよね。で、社長と会う人が見つかったらいいですか。これがここの話がですね、要はこの人っていうのは こっちが能力でしょ。こっちが能力でこっちが価値観とするならば、この能力が高くてもいくら作業バリバリ、こういう能力は高いけど価値観が合わないやつ、こんなやつが一番厄介なんですよ実は。だから昔の農場で俺はやってました的なのが来て、おおすげえ、お前昔の農場そんなじゃんじゃんバリバリやってたならば俺のところで即戦力になるって言って入ってくるんだけど、多分そいつは元の農場で揉めてます、うん、おそらくですけど。だからついついそいつに手が出るのよ。ところが価値観が合わないから、社長が求めてるのはこの俺と同じ考え方を持って一緒に仕事してくれるこれが欲しいんだけど、こいつが来ちゃうよ。あまり急いでなんかやたらと仕事できそうなやつになると、まあまあもともと言うけど、能力もなければ挑戦もしない価値観も合わないやつは問題外よねこれ問題外ね。だからここを入れちゃうとこれ地獄が始まるから、やっぱりこのすいません私も仕事とかも全然もう作業とか全然なんですけども、やろうとする気持ちだったり、この人と返事ができたり連絡報告相談ができたりっていうふうに、やっぱり人のいい人、人がいい人って言ったらあれだけど、そういう人と出会わないと。だからさっき言った名刺作りました、 Facebook 作りました、求人案内出しました、で名刺持っていろんな人に、ああちょっと山下って俺ちょっと今人探しちょっとだけどってなる。だから必ず言うのが、どがん人がいいとって絶対相手聞いてきますから。た時にいやもうね、うち人手足らんけんねって言った瞬間に、ああだったらあいつなんかあそこの農場辞めたいって言ったもんねみたいな人は紹介してくれるかもしれんけど、意外とその辺はきついよ。それよりか、いやいや農業なんて全然仕切らんでいいって、 お前俺のこと分かっとっとって、俺となんか合うやつっていうふうに逆さなんて言う、分かる、俺と合うやつって、で給料いくらだったら、いや18万しか払えんけど、まあ頑張ったらほらちゃんと払うけんっていうふうに、
ああそうなの、じゃああいつだったら全然今製造業に来るけどなんか仕事辞めるらしいけどお前のとこ会うじゃないかな、いやじゃあお前と会うじゃないかなっていうふうにそっちに話持っていかないと、そっちに、いやもちろん即戦力はならんよ、即戦力にはならんけども挨拶する、報告連絡する、要は会話が成り立つ、そしたら教育できるのよ長かったねここまで来るのが、この話を今日したかったのよ。で教育できる人と出会った瞬間にその人は可能性があるけん、ね、今仕事できる人が来たって可能性のない人間はその人に9ヶ月間仕事で給料払っておまけに辞めていかれたらその9ヶ月間返せってなるわけよ。それよりか9ヶ月1年かけてでも可能性のある人間の方がいいからこっちの人材を探そうよって話だ、ね、要は自分と気持ちの合う人間をと出会うことっていうのがいわゆる募集することであり人材が育成できるってことだ。で人材を人材に変える方法でもう一つがこの時には親になるっていうのが、これも究極の、僕がこれまで人材育成、まあ、いっぱいやってきた中で、まあ、信じて任せて承認するっていうこの3つはもう皆さん方もご存知なんですけど、はい、今から魔法の言葉を皆さん方に教えます。もし将来というか近未来人を雇った時に、頑張れは禁句です。頑張れは、頑張れじゃなくて頑張ってるね、これ大事ですよ。頑張れは禁句、頑張ってるね、頑張ってない人にも頑張ってるね、サボってるやつにも頑張ってるね、いいですか。もうこれ口癖にしてください、人を雇ったならば、ね、頑張れはもう絶対使わない、頑張れ、頑張ろうはギリギリです。頑張ろうはもう従業員と会ったなら、おー頑張ってるねって、頑張ってなくてもとりあえず頑張ってるね、頑張ってるね、もう頑張ってるねっていう言葉はですね、僕が今まで人材育成してきた中で、一番、役に立ちます。頑張ってるねって言われたらもう頑張らざるを得ないし、頑張ってないことがバレてる気になるし、頑張ってたらならば頑張ってたことを褒められたっていうふうにいろんな人にプラスになる言葉、もう魔法の言葉なんだよ、頑張ってるねって、これいいでしょ、頑張ってるね、でこの頑張ってるねの言葉の後ですね、さあここに追い打ちをかけるような魔法の言葉2つ目、もう今日ねこの2つの言葉聞いただけでもね俺も10万円分俺あると思うんだけど、2つ目の言葉これメモしとってよ。頑張ってるねの後にさりげなく肩ポンポンの後さり際に期待してるよって、この2つ目の言葉、期待してるよ、この魔法のこの2つでね大体人材育成できます。この2つの言葉いいのよ、期待してるよ、期待してるよはやる気のない人間もやる気になります、やる気があった人間はもっとやる気になりますね。これちょっと使っていけ、この2つの言葉はいいらしいよって社長さんが、コンサルタントの社長さんが言わしたっていうふうにこう言いふらして、でも本当なのよ、これって社長も得するし従業員も得するのよ、でやっぱりでここにあるように信じて任せて承認するっていうふうにこの3つとも入ってるわよね、3つとも入ってるよね、今の頑張ってるね、頑張ってるねっていうのは承認もしてるし信じてもいくし、頑張ってるねってなんか任せた仕事の時に使えるじゃん、で信用、期待してるよっていうのも信じてるよ、任せてるよ、ね、うまくいったら認めるからねって、この2つのキーワード、これはねもう口癖のように、で社長また言い寄らせていても、頑張ってるねと期待してるよで言われてから腹立つやつはこの世の中に多分いません、そのくらい、大事です、はい、で、で今度はこの承認するね、この承認するで今度はさっきは考え方理念で共感するっていう話だったんですけど、いよいよ皆さんが頭の中に思い浮かぶ能力の話です。能力が能力査定表なんです。だから人を雇う、仕事させる、でも仕事分かんないから作業にして分解して教える、分解して教えたならばその分解して教えた作業ができてるかどうかっていう査定基準がないにもかかわらず、なんでお前はこのくらいの仕事の指揮なんとかって社長が言った瞬間、その従業員のモチベーションはだだ下がります。だって分かんないもん。じゃあ皆さん方はオクラ収穫する中で16のことを考えながらやってるかもしれませんけども、従業員はそんなに気が利きません。
一つのこと、二つのこと、頑張って三つのことしかできません。で、そういう査定基準もないにもかかわらず、俺はこのくらいできるのに、なんでお前はできないのかって上から来る、そこで従業員が育つわけがない。だから、この能力査定表というのを作る。まあ、これで、この、査定表を作ってから大成功しているのが神奈川県のイレトマト農園さんという人がいらっしゃるんだけど、また後で後ろにですね、これをまあソフトウェア化しています。スマホでできるように、あの査定、人事査定ができるようなソフトウェアを作っています。だから、まあ、そういうツールを入れるのもいいんですけども、まあ、早い話がですね、ここの会社はもううちの会社のルールブックというのがもうあります。この全てルールブックに書いてあります。例えば目摘みは1時間以内に2列行きましょうとか、取った 目摘みの目は このなんとかに入れてどこどこに処分しましょうとか、もう細かく全てをルールが決めてあります。でこのルールブックを作ることによって、今この社長さんは 何がすごいかというと、現場にもいなくていいです。現場にいなくていい、つまりこれ、あの今崎さんが、参加してくれた農業法人、農業ビジネススクールの農業法人コースの時に、まあ、使わせていただいた、教材なんですけども、農業の究極成功の、まあ、成功というか究極は、自分が現場にいなくても農場が回る仕組みです。まあ、そこまで求めるかどうかはあれですけど、もし今我々の農業を中小企業というふうに位置づけするならば、中小企業は、中小企業の社長さんは自分が会長になって、自分の会社がつつがなく安定的に動くっていうのが目的なんです。だから我々も中小企業である以上、いや死ぬまでというか、あの年を取っても現場に出てから、プレイヤーとして働くのも全然悪くないんですけど、いずれは誰かに任せて自分は現場が離れてもいいような仕組みを作るっていうのが経営者の醍醐味なんですよね。でそのためにはルールブックを作って、みんなが同じルールで動くっていう組織を作る、まあ、それをまあやってのけた人です。で能力査定表、これ例えばですけど、これちょっと、まあ、キュウリとかナスとかをイメージしたんですけど、例えばこれね、まあ、これだけでまたちょっと時間かかるんだけど、例えばこの補助準備、補助準備に例えば施肥後期、灌水設備設置、畝立てマルチであって、例えばこの能力査定表で施肥は1時間あたり 10R やってくださいよとっていうふうに能力の査定を例えば決める。これ全部例えばですよ。で後期は、トラクターの後期は1時間で 20R やってくださいよっていうふうに、一応我が社ではこういうふうにルールが決まってるってしたならば、それができたかどうかを人事査定するんですよ。で例えば、武田さんのところだったらベビーリーフを1時間あたりに例えば20キロ取ってくださいって、これをうちの基準とする。でじゃああなたできませんね、18キロですね、 あなた22キロですねっていうところの基準査定をまず明確にした上で、なんであなたは18キロしかできないんですかっていうと、基準に達してないからっていうことで話が先に進まなきゃ、それをあの人は頑張っとる、あの人は頑張っとらんという、もうぼやっとした言葉だけでやってしまうと、いや私の方が頑張ってる、私の方が頑張ってるってトラブルがこう起きます。だからこういう能力査定表っていうのをこう作らなきゃいけない。でもこの能力査定表っていうのはもともと3ヶ月の研修の間にうちの会社はこんなことするんだよって表をもともと作るはずです。でその査定、それにこの作業はこのくらいの時間でやってくださいねっていうふうに、その人の能力が査定できるような表を持っとかないと、人っていうのは成長しない。だから例えばまた武田さんのところがちょっと分かりやすいんで言うと、ベビーリーフの収穫を15キロしか取れない人がいたと、いや目標は20キロだから頑張ろうねっていう話をする、そしたらその人が18キロ取れるようになった、った時に評価してあげなきゃいけない。あすげえ3キロ多めに取れるようになったじゃんっていうふうに、査定基準があるってことは、これは目標があるってことだね。目標があると人はそこを目指そうとするね。でこの目指そうとしているところに、さっきの魔法の言葉で頑張ってるね、期待してるよって言ったら頑張るわけ。そして頑張ったらすごいね、よく頑張ったねって言って、もしくは時給を10円上げてあげるとか、これがやっぱり何もないところで、ね、使ってはいけない言葉、頑張れ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 、何をどう頑張っていいのか分かんないところで、しまいにはなんでお前は頑張らんとかっていう、なんかわけのわからない
非常に不安定なところで仕事させられると人は成長しません。だから能力を査定します。でここで次出てくるのが、いや山下さん、その時間で割り切れないところがあるじゃん。例えばここに技術と技能ってあるでしょ。これもまた農業業界が勘違いしてるのよ。だから技術と技能がまず何かっていうのが違うし、例えばここは施肥、技術っていうのは施肥を使ったりトラクター灌水設備というふうに、その例えばトラクターにの乗れる乗れないで技術があるかないかが出てくるわけで、この技能っていうのはトラクターには乗れるんだけれどもえらいガタガタなってるとか、だからトラクターの使い方ができるのは技術がある。あ、技術と技能の話は次だ。技術と技能の話ね、いくよ。技術というのは物事を上手に行う技、方法、手段。だから例えば、アブラムシが出ましたと。アブラムシが出た時に何すればいいのかって言ったら、あ、この薬剤を使って、散布すればいいっていうことを知ってるのが技術だって。知らない人はアブラムシが出ましたどうすればいいんですかって、こう技術がない人。技術がある人はアブラムシが出ましたって言ったら、このアブラムシ、あ、そのアブラムシはね、この、まあ、なんだろうか、まあ、なんとかっていう農薬を使って、を1000倍で薬散すると死ぬんだよって技術を持ってるという。この技能ってなると、あ、でもすいません、この薬剤散布の希釈の仕方って、粉と液、液とどっちを先に入ればいいですかとか、液の混ぜ方とか、散布するときにこう下からかけたがいいのか上からかけたがいいのか、風が後ろから向いてるときとか、要は散布するテクニックは技能なのよ。この場面で何を使えばいいのかっていうのは技術なのよ。だから技術と技能っていうのを査定する側っていうのはしっかりと明確にしとかなきゃいけない。これを最近日本は、技術が進んでる、技術進んでるの。トラクターもすごいしドローンもすごいし。で、志垣さんは麦、防除する時の技術としてドローン使うようにしたのよ。ドローンだけども、ドローンを買ってきましたっていうのだけでは技術があるだけなのよ。でさらにそのドローンも何のドローンを使ったがいいのかっていうのを志垣さん知ってるんだ。だから技術があるのよ。ところが志垣さんはこの場面にはね、このくらいの大きさのドローンがあってバッテリーは7個くらいいるもんねって技術があるから、そういうふうなの準備できたわけ。ところが従業員は技術もなければ技能もないから、この動かさない関係ね、で動かす時にもどんな動線を使って動かすか、それ技能なのよね。だから技術と技能というのはセットで動いている。ここがなかなかわからない。ところがこの1時間あたりにどのくらい仕事してほしいっていうのは査定できるんだけど、技術と技能がを査定するのでここが難しいのよ。でここが難しいからどうすればいいのかというと、ここにマニュアルを作らなきゃいけないのよ。だんだん話が深みに入るわけでしょ。人材を育成するということはこういうことなんだよ。査定基準を作って技術と技能を成長させてあげる。でそれに使えるのにこのマニュアルっていうのがあるんだけど、